速報です。衝撃のニュースが飛び込んできました。なんと、ウマ娘サイゲームスが、コナミから特許権侵害訴訟を起こされました。いや、唐突すぎて何のこっちゃわからん、という感じですね。ウマ娘は私も昔やっていて、70万円ぐらい課金して、育成を1000周以上走ったので、ウマ娘にはかなり思い入れがあります。でも特許権侵害ってありましたっけ？ひとまず、ネトラボの記事を読んでみましょう。サイゲームスの運営するゲームアプリ、ウマ娘プリティダービーに対し、コナミデジタルエンタテインメントが、特許権侵害訴訟を起こしました。サイゲームスの親会社であるサイバーエージェントが発表しました。コナミ側はウマ娘の差し止め請求と、損害賠償として、40億円と遅延損害金を請求しているとのこと。40億円はさすがに草、それだけあれば一生ガチャ回せますね。と一番最初に考えてしまった私は、だいぶ頭おかしなっとるで、もうウマ娘の育成画面を見ただけで、かつてのストレスがフラッシュバックして、ってなりますからね。サイバーエージェントは、サイゲームスは、ウマ娘のゲームシステムとプログラムの一部について、コナミと特許権などの協議を行ってきたものの、サイゲームスの見解がコナミに受け入れられず、訴訟に至ったと説明しています。サイゲームスと、ウマ娘公式サイトでは訴訟について、今後も変わらずサービスを提供する、とコメントしています。ウマ娘のゲームシステムとプログラムの一部について、サイゲはコナミと、特許権などの協議を行ってきたものの、それが決裂して訴訟に至ったということです。ということは今回問題になっているのは、ゲームシステムとプログラムの一部、の特許に関する話です。ネット上では育成がまずいんじゃないか、という話になっていますが、まだ確定ではありませんので一応注意です。最初このニュースを見たとき、誤報かなとも思ったんですが、この件がウマ娘公式にも掲載されていますのでどうやら本当みたいです。まいったね、まだ育成がアウトと決まったわけではありませんが、確かにパワプロのサクセスと似てた。というかほぼそのまんまでしたからね、金徳といい、育成画面の UI といい、システムといい、ちょっと露骨にやりすぎたのかもわかりませんね。育成じゃない部分で特許権侵害になるようなところって、他に何かありましたっけ？どの内容で訴えているのかも興味があります。ひとまず今後の続報待ちです。でもパワプロの育成システムの権利を主張して、訴えるっていうのもちょっと無理筋な気もするんですが、ゲーム業界では特定の面白いシステムが開発された時、そのパクリが大量に出るのはよくあることだと思うので、個人的にはパワプロもウマ娘も好きなので、裁判が今後どうなるか注目です。この件に対するネットの反応を一部紹介します。現時刻ではコナミが保有するどの特許侵害についての訴訟なのか一時情報がない。素人目線だとパワプロのサクセスモードとウマ娘の類似性が思い浮かぶが、単なるゲーム性の類似だけで巨額の訴訟に踏み切るわけはない。ミクロな部分で特許の完全な一致があるとコナミが判断したのだろうが、続報が待たれる。ウマ娘は言うなればダビスタであろうがパワプロであろうが二番線時の上に成り立ってるゲームと言われればその通りだろうけど、それを言い出すと新しく派生するゲームは何一つ作れなくなるから難しいところなんじゃないかな。逆にしたってコード進行は無限にあるわけでもないし、どこかに出るのは仕方ないのかもしれないけどな。現状どこの部分が問題になっているのか分かってないからな。パワプロやらダビスタやらいろいろ見え隠れするものはあります。目新しいシステムはありませんが、娘を前面に押し出した戦略勝ちですね。確かな情報ではないけど、ウマ娘がリリースされた際にパワプロのサクセスのシステムの権利の期限が切れたからとよく言われてましたよね。今は想像でしか言えませんが、コナミのホーム部が全く勝ち目のない勝負に出るとも思えず行く末が気になります。最後までご視聴ありがとうございました。